皆さんこんにちは、りくチャンネルです。今回はめちゃくちゃ久しぶりにバングッドさんから8個のスクイーズが届きました。皆さん見てください、こんなに巨大なスクイーズが4つ、そして新作スクイーズが4つ届いたので、今回は久しぶりのバングッドのスクイーズを8個紹介します。いつも通りバングッドさんはこの全部のスクイーズ下にリンクが貼ってあるのでチェックしてみてください。じゃあ早速、まずは私も皆さんも多分大好きだと思うこの巨大スイカスクイーズです。見てください、こんなにでかいんだよ、ほら。こんな感じですごいさ、色とかのないグラデーションっていうの、それもリアルだし真っ赤ですごい美味しそう。じゃあ触ってみます。うわ、やばい、弾力がすごい。そんなね、低反発じゃないんだけど、すごい触り応えがある感じ。香りは特にしません。本当にでかいし、ふわふわ。こんな感じです。すごい気持ちいい。あとペタペタしてる。こちらのお値段、2923円です。で、続いて次もまた巨大です。じゃーん、アイスクリームのスクイーズ。本当にこれもすごい巨大。私これのちっちゃいバージョン持ってるんですけど、2倍近くあるかな。じゃあ触ってみます。お、空気読んでくる感じ。おお、めちゃくちゃ低反発。なんかね、コーンとピンクの部分はすごいサラサラしてて、黄色の部分はしっとりしてます。2つの触り心地が楽しめる。こちらのお値段、2698円です。本当にこれね、めちゃくちゃ低反発でしっとりもちもちなので、空気抜ける感じも最高。じゃあ次もまた巨大です。次はじゃーん、巨大ドーナツ、ね、後ろめちゃくちゃ綺麗じゃない。これはね、なんかね、もう触った感じすごいサラッサラ。じゃあ触ってみます。あ、これもね、まあまあ低反発かな。ちょっと戻り早めだからちょうどいい感じ。すぐ戻ってきて、すぐもう触れるし、でかいからさ、触るのもちょっと大変だよね。こちらのお値段、2138円です。次、巨大スクイーズは最後、じゃん、ハリネズミのレインボースクイーズ、3色のスクイーズです。で、後ろのさ、このさ、3色がすごい綺麗なの。本当に触った感じペッタペタ、音フェチには絶対にぴったりのやつです。ほら、聞いて、やばくないこの音。なんかね、このハリネズミの手の部分がすごい気持ちいい。気持ちいいし、これはすごく可愛くて音がいいから完璧なスクイーズ。こちらの値段、1911円です。はい、巨大スクイーズはこれで最後。続いて、じゃん、今流行りのユニコーンですよ。ユニコーンのスクイーズ、これね、なんと2つ入ってて、見て、可愛くないこれ。ほらほら、あのお母さんの背中に子供が乗ってる感じかな。すごいイチゴの香りがする。じゃあまずちっちゃい子から。あ、まあまあ低反発かな。触りやすい感じかな、これすごい気持ちいい。ふわふわ系、ふわふわ系です。で、こちらの値段、707円です。じゃあお母さんの方も触ってみます。あ、やっぱりまあまあ低反発で、すごい触りやすい感じ。はい、こんな感じでした。次は、じゃん、プニマルのスクイーズです。このプニマルのスクイーズね、前からね、あのツイッターで見てていいなと思ってたので嬉しいです。じゃん、おー、でかっ。おー、キーホルダーもついてました。じゃん、こんな感じ、かわいい。後ろの焼き色がね、すごい綺麗。お、これもそんな超低反発ってわけじゃないんだけど、気持ち、あ、耳気持ちいい。これこちらの値段、2248円です。じゃあ次は、じゃん、このパンのスクイーズ、細長いパン、これ多分私初めてのブランドだね。じゃん、香りすごい。はい、見た目こんな感じ、ツヤツヤ、すごいツヤツヤでリアルなパンでね、香りがすごいバターみたいな香りがして、いい香りがします。じゃあ触ってみます。おお、まあまあ低反発、ふわふわ。これあとしっとりもちもちしてる。気持ちいい。これあね、ここがね、すごいペタペタしてる。こちらの値段、912円です。じゃあ最後、じゃーん、これ私がめちゃくちゃ欲しかったブランドのパンのスクイーズ。じゃーん、
お、柔らか。見た目こんな感じで、ここに真ん中にキャラクターがいる。名前は分かんないんだけど、可愛いキャラクターがいます。すごいリアルなパン。いい香りするこれ。じゃあ触ります。あ、柔らかい。多分今日一番柔らかいよこれ。で、これ種類2種類ありました。すごいふわふわで気持ちいいです。こちらのお値段820円です。これは本当にしっとりしててもっちもちふわふわな感じ。はい、バングッドさんの8個のスクイーズは以上です。巨大が本当にすごかった、びっくりした。こんなに巨大なんだよ、ほら。今回はバングッドさんの新作スクイーズ8個紹介しました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リキチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。で、チャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。リキチャンネルでした。バイバーイ。